はい、では次は、DGM900SRT をさっきご紹介したんですけど、次は、こちらですね。同じパイオニアの、出ました DJSP1。 これは結構噂になってるというか、はい、何なんだっていう感じで、はいはいはい、いろいろできそうな、そうですね、ことは分かります。できそうな感じはするんですけど、うんうん、これはもう完全に、セラート DJ 専用コントローラーとなっていて。あ、専用なんですか。はい、専用ですね、はい、で、なんていうんですかね、普通の DJ コントローラー、あの一体型のコントローラーだと結構エフェクターの触るところとかがついてるんで、うん、ある意味必要ないというか、うん、なんですけど、セラート DJ が、DBS 対応になったことで、こういうミキサーだったらこういうところにエフェクターがついてるんでエフェクトかけたりできるんですけど、セラート DJ の内蔵のエフェクターを使いたいっていう時に DBS だと、まあ、こういうターンテーブルの操作できるんですけど、エフェクターの操作はできないので、そういう時にこういう外部のコントローラーが必要なんです。で、その中でこれはもう接続するだけで、セラート DJ にできちゃう、すぐ使うことができるっていうタイプなので、うん、早速ちょっと試してみたいんですけど、はい、これの接続するだけですね。もう最初から仕組まれてるわけですね、はい、これ。これを刺す。こう、この流れで。はい。お、なんか画面が、ちょっと、変わった気が。はい、うん。エフェクトのところですね。はい。こういう感じで。はい。ですね。例えば、はい。これ今、ここがエフェクトですね。はい。上がエフェクトになっていて、はい。下の部分が、ホットキューだったりとか、ロール、スライサー、サンプラーっていう風でこうやってチェンジできるんですけど、これはもう完全にロール、スライサー、サンプラーですね。はい、これはもう完全にこちら、うん、画面側と一緒に連動するようになってるんで、例えば、はい、ここのオン、こういう感じでこれですね、完全につまみももう、あ、本当だ、全くブレることなく、すごい連動性ですね、はい、すごい連動性でかかるので、うん、こういう感じですね。なるほどなるほど。結構、うん、もうサクッとこれでセラートの申し子的な、そうですね、コントローラーですね。はい、はい、で、まあここでアサインとか、うん、これで、あ、これでね、はい、エフェクト2のところに、はい、1と2とかこう、うん、入れたりとか。なるほどなるほど。もう完全にこれ連動しますね。どこのデッキにかけるかとか、はい、で、大体こっち側が2でこっち側が1みたいなの、うん、まあ、もう大体なんで、それでちょっと使ってみます。なるほどなるほど。はい、はい、で、ですね、早速ちょっと使ってみたいんですけど、早速、はい、実食ってやつですね。そうですね、はい、はい、で、今、まあちょっとこのキーボードで使っちゃったんですけど、こういう、これですね、はい、これを、ここでも、はい、パツでできると、はい、おおおお、感じで、なんか、なるほどなるほど、結構反応もすごいいいですね。はい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 、うん、なんでこういう、まあ、パッド切り刻んで、はい、こうパッドの演奏みたいなとかも結構やりやすいんじゃないかなっていう感じですね。なるほど、反応めちゃくちゃいいですよね。反応すごいですね、うん、素晴らしいですよこれ。はい、まあ、1秒間に8連射ぐらいでしたね。そうですね。どれぐらいいいのかっていう、はい、はい、ガチで連射してみましょうか。じゃあガチで連射、はい、っていう感じです。はい、これぐらい、はい、はい、今1秒間で10、10連射ぐらいでしたね。そんな、まあ、こういうホットキューで使ったりとか、はい、うん、やっぱりなんかこう画面でこう触ってるとちょっと味気ない感じがするので、ね、例えばもうこう、うん、パソコンをもうここら辺に置いちゃって、はい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 、でもうこういうのこれでこういうとこ置いて、おお、なるほど、もうなんかあれパソコン全然触ってないだろうし、うん、なるほど、もちろんこういう曲のこうやってやるとこういう曲の選択もできるんで、なるほど、はい、これもすごい便利かな。なので、うん、ある意味まあ画面はもちろん見ないといけないんですけど、はい、ここ触らずこういう感じで触らなくてもこっちで全部、うん、曲のロードだったりとか選択とかもできるんで、はい、なるほどなるほど、はい、おー、じゃあちょっとエフェクトとかも使ってみます。エフェクトやりましょうやりましょう、はい、で、セラート DJ はすごいエフェクトの種類も豊富になったっていうのもあるんですけど、はい、
質がすごい良くなって、うん、めちゃくちゃいいです、ね、音質がいい、音質がすごいいいです。アイゾトープ社のエフェクト採用、はい、を使ってるんで、そうですね、すごいエフェクトいいっていう感じで評判なんですけど、うん、なんか何やら懐かしい音楽ですけど、そっちじゃねえ。あ、今エフェクトかけてる。これもかかりません、はい、今トレモロというエフェクターかけてますね。なるほど、はい、まるで迷路のとか、あと無用な世界の迷路迷い込むためには必要かな、ちょ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 たくさんあって、はい、これはまあこう、はい、使っていただいて、うん、試してもらえればいいかなっていう感じなんですけど、なるほどなるほど、結構まあ割とこれあれだよね、プラグイン追加してるよね、カッチャのやつちょっと増やしてもあれですね、はい、ですよね、なのでちょっと多いんですけど、うん、これ確か無料のやつだよね、やつもあるので、うん、結構いろんなのが使えるようになるんで、セラート DJ になるとエフェクターが増やせれるっていうことなんですね、はい、はい、実は。うん、なんでこれすごい質がいいので、うん、ぜひせっかくセラート DJ を使うんであれば、はい、エフェクターも使ってもらいたいな、うん、で、DBS だとエフェクターを操作するところがなんかこう画面でしかないので、はい、コントローラーがあるとすごい便利っていう感じですね。なるほど、はい、で、あとすごい大事なところがあって、セラート DJ にスリップモードっていうのが加わったんですけど、はいはい、ドゥルルですか？ドゥルルです。スリップモードっていうのはいわゆるタイム普通になんかこう例えば曲止めたりしたり、あと、まあ、なんかループとかかけるとそのとこで秒数が止まっちゃうんですけど、そのスリップモードっていうのをかけると曲のタイム自体は進んだ状態で曲とかこう止めたりとかループをかけても解除したらその経った分の時間のところにこうワープするみたいな、うん、ワープというかまあ普通に流れてる状態が続くみたいな、ちょっと聞いてみると多分分かると思うんですけど、うんうんうん、ちょっとやってみます。はい、から最初残りわずかな時間スリップモードを、スリップモードはここね、そしてこれですね、これですね、わかります。おお。止めても進む。なんでこう。どこで落とすマイクラクラ。思い出す今夜もたま。なるほどなるほど。それできるんですけど。はい。ここにボタンがあって、それを押せばできるっていうふうにはなるんですけど、うん、ちょっとやりづらい、ボタン、なんか画面をこう押すのってちょっと味気ないなっていうのも、うんうんうん、こういうコントローラーと、これにスリップっていうボタンがあるんで、あ、専用のボタンがもうすでにある。そうですね、はい、賢いなこいつ。これを押すだけでもうスリップモードになるんで。マジですか。はい、うん、なんでここでこう、うん、こういう感じでやらなくても、うん、ここでパッと押してすぐにスリップモードにできちゃうと。てなないよと帰ろう太陽に拝む細胞いるはずのないかみたいな感じで。なるほどなるほど。で、はい、まあスリップモードがついたで、ここで押せるっていうのと、あともう一つがセラートディジになってから、シンクができるようになりました、うん、スクラッチライブだと、DVS でシンクができなかったんですけど、はい、セラート DJ になってからは、DVS でもシンクができるようになりました。おで、これもやっぱり同じようにボタンをこう押すのもちょっとこう画面上で押すのもなんか味気ないので、これも一気にここで押すことで、あ、これですね、はい、おシンクがすぐにかかると。素晴らしい。何から最初残りは
左右が一緒なんで分かんないんですけど、はい、あのスピードを合わせれるってやつですね。そうですね、 BPM を BPM を合わせれるっていうのがあるので、うんうんうん、これでパッとやれると。なるほど、はい。であともちろん超便利。そうですね、あとサンプラーももちろん、言うまでもなく、はい、言うまでもなくさっきの3番ですか、3番に合わせて、あ、ここですね。あ、で、今なんで、音が出なかったかっていうと、はい、はい、ね、ステマ的なプレイでしたね、はい、はい、ここに、ボリュームが依存されます。おー、なのである意味、まあさっきみたいなことはやらなくてもいいかもしれないですね、はい、これがあると。あー、なるほど。で、まあここでボリューム調節できるんで、はい、これで今音が出ると思うんですけど、バッバッいい感じのサンプルですね、はい、はい、なるほどなるほど、はい。結構ドラムなんかキックとかスネアとか入れてちょっと演奏してみたりとかも、うん、全然いいと思います。なるほど。かな時間は倍速にも感じるスピードが進行、やつが言うにはナスのお進行、俺がいい感じで。なるほどなるほど、はい、おお、使い方もわーわーわーってできるわけですね。そうですね、楽器みたいな感じで、はい、なるほどなるほど、はい、うん、なんで一つの楽、まあ、楽器ですね、うん、楽器ですね。そうですね、うん、なるほど。あのセラート DJ の機能を、最大限に出すことができるっていう、はい、はい。こっちでもドルルってできるんですよ、はい、俺もできますね。はい、ルーネはこいつもヒップホップ囚われすぎなあいつは失速、真っ暗闇の中ビルで。ちょっと BPM が入ってないですね。 BPM が入ってないとロールができない。ん、あらかじめ本来はあらかじめ入れたけ、入れとかないといけない。はい、まあ、今入ってなかったからタップしてるけどみたいな、こういう感じで、はい、マザファキホース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 、不要な世界。反応良さそうですね。反応もすごいですね。うん、なるほど、はい、はい、ね、素晴らしい、はい、うん。あとあのセラート DJ からあの、はい、ホット球の数が、うん、最初にちょっと音忘れたんですけど、うん、8個になったりとかしたんで、はい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 、よくあの多分スクラッチアイル使ってる方だと、はい、この画面上で、あ、キーボー、パソコンのキーボード上で、うん、ホット球触ってた方が多いと思うんですけど、1から5までとかが左側、はい、で6から0が右側みたいな。で8個になったんですけど、そのここじゃ使えないじゃないですかっていうふうに聞かれるんですけどその通りなんですね。10個しかないからね、使えないんですけど、うん、やっぱこういうコントローラーがあるとフルで、これもうそのための8個みたいな。なるほど、完全に仕組まれた、うん、仕組まれたコントローラーです、ね、なるほどなるほど、はい、はい、素晴らしいっていうところもあるので、うん、はい、ぜひ、セラート DJ をお使いの方は、はい、この DDJSP1 をサブコントローラーとして、あのセラート DJ をフルに、活用するためのコントローラーとして導入してみてはどうでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ